ライブ、インスタライブ何回目だろう、3回目ですかね。今月に入って始まりました。前回はクリエイティブディレクターの清川あさみさんが迎えてくださったんですけど、ちょっとあの電波の状況でちょっと良くなくて私に変えたり、ちょっと本当に電波が悪くて大変なんかお聞き苦しい感じでしたよねすっごい喋れてないでしょ、いつも以上に。あのね、本当に、いや今日寒かったじゃないですか。全国的にも梅雨入りしたのかね、寒いなと思って温まるスープでも作ろう思って作って煮込んでたら、なんかちょっと煮込みすぎて、でちょっとギリギリまで時間かかっちゃって、さっき慌ててバーって食べてたらこの下のこの先の方をすごくこうやけどしてしまって、ちょっと話しづらいっていう状況でお送りしています。どうも皆さんこんばんは、日賀まなみですはぁ、気をつけてね皆さん、本当にでも温まりましたよ、心は。 身も心も温まりましたけど、やけどには皆さんも気をつけていただきたいなというところでして、はいですね何回やってもこういうライブとなると緊張しちゃいますけども、でもね、こういう時期だからしかできないことをと自分の中で決めて始めたことなので楽しんでいきたいと思います。でね、そう今回シークレットゲストなんですけど、ちょっと皆さん誰だろうって思ってますよね、きっとね。ですよね。聞こえてるかな声。いやー、そうなんですよ、たくさんこういう時に、一人で話すのはねやっぱり勇気がいりますよね。なのでちょっと協力してくれる人はいないかと探していたところ、ぜひと言ってくださった方がいたので、もうねもったぶってもしょうがないから誘いますね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ。あ、ちょっともうこう、どうしたらいいんだろうな、これはな。ちょっと集中するんで喋れないですけど、ごめんなさい。ですね、待ってくださいね。ですね、俺チャーリーの時どうしたっけな、ゲスト、ごめんなさい、本当にまだ慣れてない。あ、ちょっと待って、これでちょすごい始まりからごめんなさい。どうした、見つけられるの。よいしょ。困りましたね。前どうやってたんだろうあー、これコメントじゃないもんね。誰か誘い方わかる人います？ね、すごい、こんな、ごめんなさい、こんなグダグダな私に、もう2万人もごめんなさい。ちょっと待って、本当にどうしたらいいんだろう、これは。
これで自分からね、どういうどうしたものかね。6分経ってますね。ごめん。向こうも待たせてるし。なんでだろう。これ検索したら出てこないのかな。あ、相手の方にリクエストボタンを押してもらうしかないですね。リクエストボタンを押してください。見てるかな。フォローはしてるんですよ。そう、こっちから送るものだと思ってたんですけど、リストを見る。リストね。あ、来たー、いたー。はい、押します。はい、あ、出たー。ほらちょっと俺もさ、分かってないから。ごめんごめん、ほんとに先輩ずらしてごめん。いや、先輩な、はい、いや、ほんとにごめんね。インスタライブ大丈夫、私が先にやるから後で送るねって言ってくせに。ずっとなんかもう静止画なんだもん。もうこうで、あーで、でも、でも、見てくれてる人のおかげで、うん、僕の方からリクエスト送るっていうこともできるよっていうふうに書いてあったから、なんか俺も触ってみたら、まなみちゃんへのリクエストみたいなものがあったので、出てきた、うん、よかった、もう。やったよー。フォロワーの皆さんありがとう。ありがとう。そして、シークレットゲスト、三浦春馬くんです。三浦です。皆さん、よろしくお願いします。元気か。そうだね、久々だね。元気だよ。よかった。のんびりしてますよ。ステイホームしてますよ。そうね。そうね。いやー、どう、みんなの反応どうかな。そう、なんか、びっくりしてるね。そう、2 weeks のつながりだって言ってる人もいるんだけど、2人の関係はどういう関係、うん、っていうふうに言ってる方もいるから、そう、わからない方もいるかもね。だから、説明しないとかね。そうだね、あれは、去年だよね、もうね。ちょうど去年。いや、去年か。どう、私、そう、来月、そう、誕生日の日にクランクインだったの。うん、そうだ。そうだ、だから 6月ぐらいに全体インしてて、私は誕生日の日にインして、で、まあ、ね、あの 2X という、まあ、カンテレさん CX 系列のドラマで去年連ドラか、そうですね、して、そうで、春馬くんが主人公、逃亡劇なんだけど、そう、逃亡劇だね。で、春馬くんの、私はそう、元恋人です、すっごい春馬くんの役のことをすっごい憎んでるっていうか、恨んでるっていう役だったんですそうなんだよね。それでドラマの中では、ね、くるみちゃん、うん、ね、なんかくるみちゃんが娘役で出演してくれて、うん、そう、二人はそう元々恋人で、二人の間には子供がいたっていうような設定なんだよね。そう、そうね、さすが、で、お話しようんだね。いやいやいや、そんなことはない。私、説明ベタすぎて、ほんとごめん。いや、そんなことないって、ないと思いますよ。いやいやいや、でも、そうそうそう、そういう関係性で、結構なんかディープなシーンが多くて、うん、会うたびになんかこう、喧嘩したり泣いたりっていう、すごい大変だったもんね、春馬くんも走って、まあ、逃亡劇だから常に走ってるイメージで。そう。走って止まったと思ったら、なんかすごくエモーションなシーンやんなきゃいけないみたいな。そうそうそう、みたいなさ、くるみにあって、うーんみたいなさ。なかなか、やっぱり、すごく激しめだったけど、うん、楽
楽しかったなと思って。そうだね。でもなんか、まあそういう中でも撮影裏ではすごいやっぱりくるみのおかげでみんな和気あいあいとなんか家族みたいに仲良くなってさ、満場一致だね。もうあの可愛さには癒されるし、たびたびもう出会ったらもうやられるしみたいな。そう、あもうみんな好きになっちゃうみたいなもん。うん、虜でしたね。そうそうそう、だってしばらくあれだもんね、待ち受け画面くるみだったでしょ。うん。ね、そうだよ、ね、そうだよ、こうやって抱っこしてるさ、もうそうラブラブの。そうなんだよね。もう あったね、そんな時もあったよ。だからそのドラマがきっかけだったんですよ、うん、皆さん。あ、そう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 、皆さんに対しての話だったのにね、今ね、2人で盛り上がってしまったよね。なんか思い出、そうコーナー、そうなの、インスタライブってこうやって思い出話しちゃうとついついここで、うん、ああだったねってなっちゃうんだけど。そうだね、今回はさ、せっかくね、せっかく確かにライブするからね、みんなと楽しんでいこうっていうね、うん、機会をいただいたんで、まなみ先輩にありがとうございます。いやいや、そんな先輩、年は先輩ですけど、全然喋りの方は本当にね。いやでもよくぞ。いやいや、でもそのインスタライブ始めてからのその立ち上がり、そして、うん、今回はスペシャルゲストがいますまでのつなぎというか、何、温め方みたいなものってもう、もうこんなに上手なんだって思ったよね。一人で笑ってしまったもん。本当？あ、やけどしちゃったんだなって。それ本当の話だから、別につなごうとかじゃなくて、私はもう、なんていうの、思ったことしか言えない、本当に直球型なんで、本当に下やけどしてるから、すっごいね、ここら辺行きたいの、ずっと。バカでしょ、ね、相変わらずもうボケボケです。いやいや、急いだのね。で、そうなの、なんか急いだんだと思って、で、僕もそのインスタライブをする前に、もう料理作って、うん、あの、うん、一人食べてしまおうと思って、作ったんですよ、今日。はい。え、何作ったの？よくぞ聞いてくれました。それ待ってたんですよ、もう完全に。待ってた。上手よね。そっちの先輩も上手よね、その引き出しがさ。いや、いや、あのね、うまく説明できるかわからないんだけど、今日思い立って、先日、プロフェッショナルの、なんか再放送なのか、なのかわからないんだけど、見てた、私も見てた。見てた、うん、巨匠たちが作る景色みたいな。うん。そう。で、たまたま、タサン・シマさんっていう伝説の家政婦。あ、知ってますよ、シマさん。うん。やっぱ有名なんだ。僕、本当に恐れながら、その日まで知らなかったんですね。そうなんだ。なんだけど、もう、驚愕したの。あれ、こんな、その回をね、こんなにお手軽に、ローストビーフが作れるんだって、自分一人で。うん。うん、もう、ローストビーフをもう、片面ずつ、ドワーッと焼いて、で、あとは、その、サランラップで、何重にもして、で、ジップロックに入れて、で、強火で、沸騰した、うん、お湯、お湯に、そう、入れて、あ、それ見てた？もしかして。あ、見てた。そう。それで、強火で確か、15分か10分ぐらいやって、で、あ、10分か。で、その後、沸騰したもので10分した後に、うん、何？全部火を消して、うん、で、10分、あ、15分か、放置すると、ローストビーフの出来上がりって。もう完全に再現してくれたね、今。皆さん、明日ぜひやってください。ローストビーフ。いや、わかる。ちょっと宣言します。で、うん、嬉しすぎて、うん、やっぱさ、ローストビーフ自分一人で作れるもんだと思ってなかったから、いや、だってさ、ローストビーフってもう、レストランとかで食べるもんじゃん。買ってくるものとかさ、レベルが高いものを、島さんは、もう、うん、なんていうの、ドライな感じで、たたたって作っちゃうでしょ。うん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 。かっこいいんだよね。そうなんだよね。さりげないところがまたかっこいいんだよね。そうそうそう。わかるよ、わかるよ。本当に、コメントで、島さんの虜になってるって書いてある。そうなの。だから、ね、思わずやっぱりこう、うん、写真を撮ってしまったから、明日、うん、というかこのインスタライブ終わったら、ちょっと見てほしいから、その出来栄えを。
だから、じゃあ皆さん、せっかくなんで見てください。そう、あの、見てやって。見てやって、出来栄え。初めてのローストビーフを。え、全然だから、もう、しっとりし、いい感じに仕上がったの？いや、本当に。でも、もう、出来上がったものを、こう待ちきれなかったから、うん、もう、早く食べないと、インスタライブ間に合わないなと思ったから、でも、島さんは、ちょっと寝かしてくださいねって言ったの。その、ローストビーフをね。うんうんうん、じゃないと、その、中の肉汁が、こう、回りすぎてしまって、切ったらバーって出ちゃうからって。うんうん、それを、守れずに切っちゃったわけよ。だから、ちょっとね、肉汁が出てしまったけど、それはまあ、次回のその反省点として、そう、やろうかなっていうふうに思います。本当に、インスタライブ、あ、そう、インスタ私もフォローさせてもらってるんだけど、はるまくんの、うん。ここ最近、あれでもね、自分全然映ってないよね。映んないね。てか、料理の写真、同じ画角の料理の写真を、うん、もうずっと上げてるんだけど、全部美味しそうなのと、うんうん、あと私が気になったのは、器が、うんうん、ほとんど全部違うでしょ。いや、そんなことないよ。実は使い回してるのよ。あ、ほんと？そう。だから、もう少し欲しいなって思ってるぐらいで、だから、よく使うお皿のルーティーンとしては、もう、ほんと、4種類とかしか、実はないんだよね。うん。あ、そうなんだ。そうなのよ。でも、料理の種類と、だから、盛り付け方だろうね。うん、いや、まあ、そう言ってくれます？ありがとうございます。もう褒めないけど、もう褒めないけど。いや、すいません。すいません。ちょっとちょっと自分の話ばかりしすぎたけど、うんうんうん、そうそうそう、なんかみんな、なんかこう、聞きたいことあるのかなとかって、そう、全然こう、そうだよね、見た方がいいよね、こういうのって。指が美しい、はるまくんだって。ごめんね、そういうの拾っちゃうタイプなんで、ちょっと、いや、だってよ。だって初めてでしょ？インスタライブ初めてでしょ？いや、それがね、自分でもやってるのよ。インスタライブを、あ、そうなの？そう、4月5日に誕生日を、みそじを迎えたんですけども、そこで初めて、ありがとうございます。とても嬉しいです。あ、それ見れなかった。これからどんどん頑張っていきます。あ、そうだよ。30歳の抱負。30歳の抱負？ごめん、すごい唐突すぎるね。もう30歳を迎えた時の、なんかこう、なんだろう、海外さっていうか、もう気持ちを忘れてしまっているから、もう何を言っていいのか、わかんなくなっちゃうよ。まあまあまあ、こう、いきなりこういう迎えて大変な世の中になっちゃったしね。そうだね。うん、でも、元気に過ごしてるんでしょ？なみちゃんも。まあ、いろいろ大変だとは思うけど、うん、みんなもね、いろいろ大変だと思うけど。そうね、大変だけどね。でもなんかこうやってやっぱりインスタなり、まあ、SNS なりとかみんなこう元気そうなのは見てわかるし、うん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 、個人的にも仲間と一緒に連絡取ったりとかしてるから、うん、やっぱ便利な世の中になってよかったなって思うよね。これが全くなくて、ね、家の中でずっとこもらなきゃいけないってさ、うん、それこそもううわーって発狂したくなると思うんだけど、確かにね、こういう場があるっていうのはありがたいなと思って。全然。確かに。だけどね、なんか、やっぱさすがに、うん、もうさ、まず断捨離とか。うん。あ、断捨離しました？もう断捨離しまくって、もう物がなくなるぐらいやって、で、料理にもハマり、やりまして、うん、見てるよ、造形も見たり。うん。ちょっとやり尽くしてしまった感はあって、今最近はちょっと燃え尽きてるんですよね。そうか。お家の中で燃え尽き症候群ね、今。そう。だからもう、あえて今はそれでもうちょっとだらっと頑張るのをちょっとやめてみようっていう自分の習慣という期間、ちょっとだけの期間にしてみて。なんかさ、起きる時間とかをしっかり決めてルーティンにしてるみたいなこととかしてるの？起きる時間？うん。起きる時間、あ、起きる時間はさすがにゆっくりになったけど、うん、起きてやることは、うん、前も言ったよね、おはよう運動
なんだっけそれ。え、すごくないですか。あれだけ私熱弁したのに。いやいや、なんか、待って、おはよう運動って。インスタ見るといつもガーさんライブやってるって。本当だ。だって、タイミングがいいんだよ、きっと。あ、そうね。うん、タイミングがいいんだよ、あの、おすずさんが。そうなんです。うん、私もで、すずがアリスと二人で兄弟ライブするとき、必ず、おはようって、うん。おはようって言ってるよ。おはようだから、おはよう運動やってほしいの。そう、ずっと言ってるんだけど。今、なんで、おはようって言えばいいの話聞きます。ごめんなさい。さ、全然覚えてないのね。ひどい話。でも1年経てばこういうもんですよね。共演した仲なんてさ。いや、そんなことないですよ。いや、もう、2 weeks の絆は。嘘つけ。失礼しました。いや、あのね、朝起きますでしょ。で、はいはい、まっすぐに、窓の方に行き、カーテンを開き、全開に窓開けて、はい、息吸って、おはようって言うの。おお。なんで？それだけ。そうだ、そうだったわ。それ、おはよう運動じゃないじゃん。え、なんで？おはよう運動じゃなくて、なんか、おはよう呼吸みたいな感じでしょ、もう。おはようっていうことでしょ。そう。そう、それ。でもこれをおはよう運動っていうね、命名。運動にした方がさ、ねうん、そうそう、私の中では撮ってて、それをあのみんなに進めることでさ、その運動が広まっていけばいいなっていう思いなんですけど、うん、全然広まらないっていう。どうせほら忘れられてるし。いやごめんごめん。広めようって多分俺賛同した気がするんだよね。確か。そう。最初はみんなそういうのよ。うん。ごめん、一回もやってないわ。もうそういうもんですよね、はあ、一気にやる気がやる気がちょっと待ってあのいきなり切らないでいきなり切らないで、あのみんなびっくりしてあともうちょっと、もうちょっと大丈夫かな。もうちょっとね、せめてあともうちょっとお願いします。いや、ほんとに、いや、じゃあ逆にハルガ君がやってる習慣は今何ハマってることでもいいし、なんだろうね。いや、本当に寝る時間と起きる時間がバラバラになってしまったよね。うん、それは良くないなと思いつつも、やっぱりこういう時じゃないとこう見れないものだったりとか、あと読めないものだったりとか、うん、取り組めないこととかってきっとあるじゃない。だからまあバラバラになるのはしょうがないなっていうふうに思いつつも、いけないなと思い、例えば、なんかこう、あまり声に出して言うのも恥ずかしいんですが。いいよ、出して、あ、ちょっと待って。出して、はい、どうぞ声を大にして言ってください。声を大に、はい、ですね、料理以外にですね、はい、うるさい、大丈夫、全然いいよ、全然いいよ、みんなに伝わるようにどうぞ。そう、まあ、ある盾をやっていまして、おう、そう、木刀だったりとか居合刀を使って、でそれを、型があって、ちゃんと、ある流派に。はい。ある流派。ちょっとステイ。その手に何書いてるの、はい、手に。あ、これよくわかったね。ちゃんと、うん、名前を間違えないように、タサン・シマさんって書いてある。真面目か。本当に。いや、間違えたらダメじゃん。間違えたら、本当に失礼だなと思って、ね、うん、でバレちゃったわけね。あ、ごめん、バレちゃった、うん、恥ずかしいな。いやいや大丈夫、ちょっとお面白かったよ。やっぱちょっとみんな好感度上がってると思ったこんなんで上がるかなごめん、はい、まあまあまあ、はい、それだけ、まあまあ、はい、まあまあ、まあ、要は運動してるってことです。そのお家の中でできる、そう、家の中で、うん、型って、うん、なんだろう、そんなになんだろう、大げさな動きをしないから、だからコンパクトにそれをやって、うん、こうなんだろう、動と静じゃないけどさ、静のゆっくり動くってことってさ、割と、まあ、ヨガもそうかもしれないけど、うん、疲れたりとか呼吸を大事にしたりとかするじゃない。だからメディテーションだったりとか、まあ、瞑想の、うん、ミーニングも入ってくるような気がして、だからちょっとやってみてるっていう感じかな、運動としてはね。なんか
本当に、うん、な感じ。いつもいろんなことにさ、チャレンジ してるよね。そのドラマ中も、うんうんうん、すごい印象的だったのは、やっぱり、なんだっけ、まず、すごい健康管理もすごいか、いまだにそうだと思うけど、さっきの食につながるけど、はい、朝ごはんを作ってくるじゃない、ちゃんと。たまーにね。まあまあ、毎日じゃないよ。だって主、うん、だって主演でさ、あんな毎日忙しい中、うん、え、何持ってきてるのって思ったら、大村に出したの、なんだか覚えてる？あの、多分ね、パプリカか、あと、ミョウガ。そうそう。あのね、皆さん、はるまくんね、ミョウガをね、朝、うん、ドラマの現場に持ってきて、それをそのままバリバリ食べるんですよ。うん。いやもう。おかしいんじゃないかって一生思いましたけど。そう思われますよね。そう。いや。いや、これこのまま終わってしまうと、ただのあのなんか、ミョウガが大好きな人っていうことになってしまうから、もうちょっと説明してほしかったけど。そういう、だから私は投げやりなんです。ごめんなさい、本当に。いやいや、だけど、ミョウガがほら、体にすごく良いのでしょ？そう。もちろんミョウガも体にいいんだけど、ほら、朝ってさ、おにぎり出してくれるじゃない、うん、現場で。うん、でも、おにぎりをいきなり食べてしまうと、朝ごはんに、うん。食事の時にね。だから血糖値がぐんと上がってしまうから、だから、こう、野菜を食べて、あとは、もしかしたら、その日持ってきてたとしたら、納豆を食べて、で、おにぎりを食べるとかっていうことの方が、緩やかに上がるから、そう、体のパフォーマンスとしては、その一日、すごくいい状態で迎えられるよって、いうことを聞いたんですよ。だからそうやってみたんだけど、よろしかったでしょうか。皆さん聞きました？皆さん聞きました？私は何度も聞いてるから、もうはい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 です。はいじゃないよ、はいじゃないよ、はい次の話じゃないよ。違う違う、尊敬してるの本当にね、すごい。あとは春馬くんが言ってくれた言葉で、すごく刺さったのが、その食べた一食が、うん、は自分の未来への投資なんだって言ってたじゃない。うん。あれはすごく。そう、すごく。確かに僕もそのクリニックの先生にそういうふうに言われたからさ、そのままお伝えしてたんだけど、やっぱりね、体に入れるもの、口に運ぶものは安全、そして、なんだろう、まあ栄養補給だからさ、でこの先、じゃ自分はね、例えばミュージカルだったりとか、僕らはこう舞台に立つこともあるけれど、そこでいいパフォーマンスをね、長期にわたってしていきたいってことに考えたときに、やっぱりね、体は資本だから、なんか今のうちから、いや、一日から、いや、一食から、頑張っていこうみたいなさ、そういう気にさせられたんだよね。熱いね。でもそれはずっと続けてるんでしょ、そういう。そうだね、無理ない範囲で。そう。そうね。そうだね。そんな感じだね。いつもなんか、はるまくんのそういう話とか聞いたりね、もう聞くとね、はあ、ちゃんとしなきゃって、いつも思ってました。ありがとうございます。みんなから、ちゃんとしてる、真面目ってすごいよね。そう。あとなんか、アホゲって書いてある。アホゲアホゲってやったらそうですよ。セットもしないですよ、家にいたら。そうだね。そうだよ。髪の毛も静電気でね。よく立ってるよ。そうだよ、アホゲになるよ。そうなんです。じゃあ見てみる？そうですね。これさ、見てみるってこれ、質問なんかあるかなと思って見てみるって。で、さっき、まなみちゃん何飲んでるのって書いてあったよ。あ、これ、炭酸水。お酒じゃないよ。炭酸水。炭酸水飲むんだね。好きなんだね。うん。なんか、ちょっと、やっぱり、やけどしたから。ちょっとでも、冷やそうかと思って。うん。みょうが満、みょうが王子じゃないよ。健康にいいんだよ。本当面白い。健康にいいんだよ。そうだよ、みんな。あ、じゃあ質問来てるから。あ、そうなんだ。うん、これ多分ね、見れるの？うん、私が始めたじゃん、そこからだと2人への質問が見れるのよ、うん、
そうなんだ。共演エピソードを教えてくださいって、なんか覚えてる？共演エピソード？もうどうせ忘れちゃってんでしょ。いや、やっぱりその、おはよう体操のあの日だけには本当に、いや、素晴らしい方だなと思って。いや、はぁ。自分も、でも、なんだろう、なんか、なんだろうな、なんかこう、すごく、いや、その時の印象を語ろうと思ったんだけど。あ、いいよ。あ、ありがとうございます。はい。そう、なんかこう、おはようってやるんですって。はい。で、なんか、でも、情景が見えたんだよね。その、いや、もちろん僕は、まなみちゃんの家に行ったことがないから、ベランダがあるのかどうかわからないけど、なんかカーテン開けるって言ってたのにもかかわらず、なんか、ベランダにいきなりこうテレポートして、まなみちゃんが。で、外の空気を吸ってるみたいな。な、それぐらいなんか健康的で、なんかきらびやかな、なんか朝の光がこう、差し込んできてっていうような、それぐらい生き生きした表情でそれを語ってたのが印象的だったの。今日これ初めて言うけど今日。ああそうだったの。そうなんだよね。いや、ほん、うん、本当だってそうだもん。まあなんかどんなことがあってもそれやったらもうリセットして、よし今日もありがとうって始まるから。そうだね。だからさ、割と現場はすごく、うん、なんて言うんだろう、シリアスなシーンも多くてさ、やっぱり、くるみが演じてる花ちゃんっていう娘の、うん、ね、あの病気のことというか、命を心配して、ずっとこう、もう泣いたり、くーってなるシーンが多かったんだけど、うん、本当にそれすることで、あ、今日も楽しい、みんな最高なチームと一緒に仕事できる、ありがとうっていうのでやれてたから、うん、いや、楽しいのが顔に出てたと思う。このまんま。うん、そうだね、うんうん、なんかこう、じゃあ物語の一番最終話か、家族、まあ、3人でどっかの公園に行ってさ、キャンプ張って、それでテント張って、でサッカーでさ、こう遊んでるっていう、ああいうシーンも、実はこうカメラが回ってないところでもみんなで遊んでいたじゃない、うん、そうそう、ああいうなんだろう、時間が本当になんかすごく良かったなと思って。うん。わ、うん、かる。あ、ね、家族ってもちろんさ、子供もいないし、うん、あれなんだけど、うん、あ、家族ってこんな感じなのかなって思った瞬間というか、やっぱり、うんうん、なんか熱い話になっちゃうけどさ、お芝居しててもさ、うん、やっぱり、うん、フィクションであってさ、うん、もちろん本当のね、その娘じゃないし恋人でもないけども、うん、その世界観を作り上げようとみんながギュッてなるじゃない、うんうん、なんだけどそれが一瞬本当にフィクションじゃない風な、そのさっき春馬くんが言ったようになんかリアル、うん、リアルな世界観になる瞬間があったんだよね、うんうん、何回も、うん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 、そうだね、役じゃなくて本当に自分も、うん、母親の気持ちになれたしとか、うん、多分それ一番春馬くんがそうだったと思うけど、うん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 、いやだからいい作品とか本当に現場にいい作品だし、そう、うん、現場に出会えたっていうこともそうだし、あの本当に、うん、あのうちのマネジメントともすっごく当時話してたんだけど、うん、まあ、本人にも伝えたことあると思うんだけどさ、まなみちゃんってこう現場を本当に明るくしてくれたりとかさ、なんかこうなんだろう、フレッシュな風を、こう、入れてくれるような、とっても自然体じゃない？現場でも。だから、なんかそういう、そう、共演者にも恵まれたっていう、その作品がね、っていうこともそうだと思うし、そしてやっぱりスタッフも素晴らしい人たちばかりだったしさ、あとは、ね、花ちゃんをやったくるみが、本当に本当に可愛かったし、演技が上手いだけじゃなくて、本当に子供らしい部分はあるじゃない、うんうん、だからとってもなんか、ね、一緒にいて楽しかったんだよね。うん、いやー、ま、よかったね、本当に。またやりたいけどね、もうでもね。またね。あれはね、解決した。そう、ね、そう、春馬くんの主題歌もよかったってよ。ああ、嬉しいです。歌ってたもんね。そう。春馬くん。ね、頑張らせてもらいました。
いや、去年本当にいろんなことにチャレンジしてたよね。そうだね。歌にもチャレンジさせてもらったし、初めてね。そう、ダンス。止まった。止まっちゃったね、今ね。ごめ大ん、丈ご夫。めん。はい。ダンスね。よかったですよ。もう去年は本当に一緒にお仕事ができて。また仕事しましょうね。そはい。の、こちらこそ。頑張るんで。はい。私は、じゃあ、おはよう運動して、そして私はみょうがを食べるから、ちゃんと。健康と、心と、嘘だ そろ。れを続けてたら、お絶互いどう、対嘘だ。どう進化するかっていうのね。なんかやる気になるけどやってみる？ やる気になやるんだっけてどやっみてみようよよ。とにかく楽しみ見つけてさ、やろうよ。なんかね、もちろんこの間テレビをね、一緒にやらせてもらいましたけども、今度、じゃあ、映画、舞台だったら、ね、どっちがいいんだろうね。なんかこう、皆さんの要望とかあるんですか？なんだ映ろう、画どっとちかっだてろあるのかな？で、どんな設う。確かに。定で、みたいなこととかって、あるのかしら？アンサー、プリーズ。あ、でも結構 2X 見てくれてる人多いね。み嬉ょうがしい受ける。ね。そう、みょうみょうがっが、て、なん私たかちみんみなょうにが刺のさってる話ね。ばっかり。そうだね。大丈夫？ 大丈夫。ちょっとみょうがが。ねえ。まだあるか。あ、高え。島さんもめちゃくちゃ素晴らしい方でしたよ、本当に。高島さん大好ねえ。き。そう。高島さんはって。もういつもなんかこう、ためになる話だったりとか、演技論だったりとかね、話してくいれたよね。やきょんち熱ゃいんおは？だっ方で。て。会いたいね。みんなもね、京子ちゃん年末ね。かな。あ、一回集まれたけどね。あ、そっか。そうそうそう。え？あきょうれ？ちゃんで年し末？ょ？あ、そっかさ、そうだね。そそうそうそう。みんな元気かな。う。ねえ。あ、でも、舞台、もう映画も舞台も、そう、なんか、多いね。うちのマネージャーがね、個人的に、これ言ったら怒られるかな。いいよ、どうぞ。芳根何？ちゃんのことが大好きで、それで、かわいいな。インスタを見るんだって。で、芳根ちゃんが、主催のなのかな？インスタライブをして、で、たまにこう、どなたかとこうコラボをしてるんだけど、やっぱね、本当にいい子って言ってた。うちのマネージャーが。本当そうにいいでなすの。ね、みたいな。いや、そうなんだよ。そうななんんだだよね。ろう。もう本当にね。まっすぐな子だもんね。そうだね。なんか、本当よに。く、こう、親御さんに会いたいタイプの子、わかる？ね。どうやったらこういう素敵な子がまっすぐに確かすに。れずにこう育つんですかって聞きたいぐらいのそうだ思うね。子だったな。もうなんかどんな人となりとか知る前に尊敬しますって全然なんか言える感じするそね、親御さんうそうそうそう。に。素敵です、みたいな。そうそうそう。いやー、みんなにも会いたいなそうだね。ー。ちょっとね、休息したら、じゃあ、春馬くんの誕生日会もしようか。ありがしとようよ。う。落ち着いたらね。そっか、ありがとう。もし、なんか、してくれたら、それはそれで、なんか、本当に嬉しいです。ぜひ。でぜすひ。よ。その時は皆さんにご報告しましょう。本当にやってそうくれましね。たって。みんなでやってますよって、写真でも撮るなり、そうだインスタね。ライブ。ライブはちょっとやっぱ緊張しちゃうかもしれないから、そうだね。そちょっと写真う。でそうそうお送りしますか。そう。そうだね。あ、まだでも、すごい。映画で双子役とかってすごいね。全然顔似てないのに。双子双子役？役、どういうこと？大胆、それもかなり芝居力が、い求められるやつじゃないやですか。ー、わなかっかた。そなれしかでよう。す。じゃあ。い双子役をやいやいや、しよハードル高い、いきなりハードル高い。う。いや、もう本当にハードルが高い方が、声がいがあるじゃないですか。だからもっ、芳根ちゃんから来てる、わーう。っ本て。当？もうん、今見てくれてるよ。ああ、嬉しいね。やっ芳根ちほー。元気かい？元気でやってるゃん、芳根ちゃん、会おうよ、僕ね。たちも。そう、会おうねそうだね、今耐えるしかない。ー。そう。だから、いや、双子役はちょっとごめんなさい。だけど、なんか、ごめんなさい。
ごめん、勝手に振ってる。違う。やろうよ、やる方法だったよね、今ね。違う、双子役じゃなくて。いや、双子役じゃなくて、なんかさ、うん、例えば、男女が入れ替わるとか、ベタかな。でも最近聞かないね、そういう企画。ほら、一時期少しこう流行ったというかさ、うんうん、すごく面白いっていうことでさ、みんなね、作ったりとか見てたじゃない。うん、なるほどね。そう、で、なんかあんまりシリアスじゃない、今度はもうすごいちょっとコメディーな。そう、コメディーやりたいね。コメディー好きなんですよ。大好きなの、コメディー。いやー、知ってますよ、本当に。コメディー、まなみちゃんのコメディー見たいな。今から見れるまなみちゃんのコメディーって何？ちょっと見るわ。あんまりコメディチックなのなかった。最近で言うと、うん、刑事と